連日続く猛暑、暑くて食欲がないなんて思っていませんか？こんな時食べたくなるのがひんやり麺。パスタって初めて食べたんですけど、美味しいですね。一体何のパスタ？松山の個性的なひんやり麺に、わあ、中に入ると結構涼しいですね。夏休みのお出かけにもおすすめ。麺と一緒に楽しめるひんやりスポットも。暑い夏を乗り切ろう。愛媛のひんやり麺を巡ります。松山市岸町にやってきました。これから行くイタリアンレストラン、夏の甘いフルーツを使ったひんやり麺が食べられるということなんです。麺とフルーツ、気になります。松山市岸町にあるベドロナヤ、オーナーシェフの岡崎裕二さんが旬の野菜にこだわった店を作りたいと4年前にオープンしたイタリアンレストランです。夏のフルーツを使ったひんやり麺があるということなんですけど、どんな料理なんですか？生ハムと、モッツァレラと桃を使った、冷製スパゲティになります。桃ですか？そう、使われるフルーツは桃。涼しげで見た目も華やかな冷たいスパゲッティで、今だけの季節限定メニューです。私、桃のパスタって初めて聞いたんですけど、どうして桃を合わせようと思ったんですか？季節柄、桃が今いい季節なので、それをまあちょっと使いたいなと思いまして、生ハムメロンイタリアンでよく前菜でやるんですけど、はい、それのノリで桃をやってみたら意外と美味しかったんで、まあ、それでじゃあやってみようかみたいな。スパゲッティは生麺を使用。ソースが絡みやすい縮れ麺で、もちもちとした食感が特徴です。味の決め手となるソースはレモン、オリーブオイル、塩、胡椒でさっぱりと仕上げ、食感のアクセントになるナッツを合わせます。桃は甘さのばらつきをなくすため、砂糖で甘く煮てから使います。スペイン産の生ハム、国産のモッツァレラチーズと合わせて出来上がりです。うわー、桃のスパゲッティですよ。見た目も可愛いし、これはインスタ映えしそうですね。いただきます。桃のパスタって初めて食べたんですけど、美味しいですね。桃の甘さと生ハムの塩気の相性抜群です。さらに別のひんやり麺もあるんです。こちらは今月登場した冷製ジェノベーゼ。実はバジルも今が旬。フレッシュのバジルをたくさん使いたいなっていうところで、いつもより多めに濃厚な感じで作って、バジル感は強めだと思いますね。緑と赤と白の鮮やかな色合い、夏らしくていいですね。それでは、バジルの爽やかな香りと味がガツンときます。それをチーズが少しまろやかにしてくれていて、でフレッシュなトマトのみずみずしさと酸味がいいアクセントになっています。どちらのスパゲッティも今月いっぱいまでの限定メニュー。今だけ楽しめる夏のひんやり麺を試してみては。続いては紀北町にやってきました。ここまで山を登ってきたんですけど、標高が高いからかすごく涼しい。こんな涼しい場所でそうめん流しができるんです。紀北町小松、標高360メートルの場所にある安森堂そうめん流し。地元住民で作る安森鍾乳洞保存会が40年以上前から運営しています。こちらのそうめん流し、今少しスタイルを変えているそうで。
こちらでは今そうめんをすくうのはお箸ではなく、なんとこの茶こしなんです。今までは箸で、それぞれに取ってもらっとったんやけど、まあ、コロナ感染防止の考えから、まあ、一回器に取っていただいて、それから食べてもらったら安全ではないかなということで茶こしに決めました。試してみると、お、来ました来ました。お、あ、これ全部一気にすくえてすごくすくいやすいですね。お箸だとつかみきれないこともありますが、茶こしなら見事にすべてをキャッチ。そうめんは伝統の手延べ製法にこだわる岡山の鴨川そうめんを使っています。流してもコシがあるんだそう。つゆや薬味は地元紀北町産にこだわっています。だしに使われる椎茸に醤油、そしてこちらの薬味もどれも紀北町産。玉ねぎ、ネギ、青じそ、椎茸とバラエティ豊か。さらに柚子の皮をすりおろしてつゆに入れるのがおすすめなんだとか。いただきます。うーん、そうめんがひんやりつるつるっとして美味しい。結構甘めの出汁で柚子の爽やかな香りがいいアクセントになります。甘く煮た椎茸にネギに青じそにと薬味がたくさん入っていて、もう薬味というよりは具材のような感じで食べ応えもありますね。そしてこちらではさらにひんやりできる場所が。お店の向こうにある洞窟、安森洞です。実はここ40年以上前、ほど内さんと地元の有志が自分たちで掘ったという洞窟なんです。入ってみると、わあ、中に入ると結構涼しいですね。それもそのはず、気温を測ってみると19度。そして、あ、これだいぶ奥までありそうですね。奥行きはおよそ70メートル。地面は舗装されていて子供でも歩きやすくなっていますが、天井の低いところもあるので安全に気をつけて探検してほしいということです。この洞窟はどうして掘られたんですか？そうですね、ここの奥には必ず鍾乳石があると思って、それを見つけたくて掘り進みました。鍾乳洞は見つかったんですか？まあ、毎日毎晩、会員の方が掘っていただいたんやけど、大きな岩盤に当たって、そこから先に行けなくなって断念せざるを得なかった。じゃあまだ見つからず。見つからず。もしかしたらあるかもしれない、はい、夢がありますね。鍾乳洞は見つけられませんでしたが、洞窟からは湧き水が。このふんだんに流れてきた水を利用して、はい、そうめん流しを始めようかと思って始めました。あ、そうなんですね、はい、湧き水に触れてみると、うわー、冷たい。でもこの水のおかげでそうめんがひんやり美味しく食べられるんですね。この洞窟の湧き水を利用したものがもう一つ、釣り堀です。泳いでいるのはたくさんのニジマス。行け、あ、あ、食べて。なんか重い重い重い。気を取り直してもう一度。いけー、おー、来た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 、やった釣れました。土日祝日そしてお盆期間は
釣ったニジマスをその場で焼いてもらうことができます。焼きたて熱々、香ばしいいい香りがします。いただきます。自分で釣ったニジマスは格別。暑い夏なんで、やはり子供さん家族連れにたくさん来ていただいて、涼しい夏を過ごしていただきたい。安森に来ていただいて、ひんやり感を、味わってほしいですね。そうめん流しの営業は今月21日まで。まだまだ続く暑い夏、愛媛のひんやり麺で涼しく乗り切りませんか？